井上日曜 EP、EPA ・ SPA について昨日の本会議でも質問をいたしました大変驚くべき答弁が続いたんですねでまずー、EPA の農業に及ぼす影響の試算の問題です、まあ、今の質疑でも、まあ、今回の協定やその対策の基本となる数字自身がです、ね、十分に出てこないと、まあ、こういう問題がありました。 私はあの昨日指摘したのは、あの、欧州委員会の試算と大きな乖離があるという問題であります。欧州委員会は今年7月に公表したファクトシートにおいて、えー、日本との EPA の締結によって、えー、加工食品の対日輸出が大幅に増えると、特に乳製品については215%、7億2900万ルーロ、約948億円増加するという試算を明らかにしております。まあ、ところが、 日本政府の影響試算では、乳製品の国内生産の減少額は、最大でも203億円だと、こうなっているわけですね。948億円、向こうは増加すると言っていて、日本の減少額は203億円、これ、4倍以上の差があるわけですね。で、あまりにも楽観的しきるじゃないかという指摘について、農水大臣に答弁を求めたわけでありますが、答弁は、欧州委員会の試算について、 資産の前提や根拠が明らかでないためコメントすることは差し控えるということでありまして、これは私驚いたんですね。だってあの、えー、農水省の試算は昨年の12月出したもんなんですねで。欧州委員会のファクトシートは今年6月ですよ。本当にあの日本への影響とか対応策を検討する上でですね、その協定の相手国、貿易の相手国がどういう前提や根拠で資産をしてこういう数字を出しているのかというのはね。 それを考える上で当然の当たり前のことだと思うんですね。でこの進化の主体前提の根拠についてえ農水省としては何の調査もしてないってことなんでしょうか。小里農林水産副大臣。えー、ご指摘の通りでありますが、あの対日輸出につきましてはご指摘の通りで、えー、あります、えー。その数字についてですね。 あのどのような前提や係数を用いて、えー、計算しているかは明らかになっておりません。えー、他方、農林水産省の影響試算は、日 EU ・ EPA 交渉において、えー、関税割り当てや政府ガード等の国境措置を獲得をしておりまして、その上で、総合的な TPP 等関連政策大綱に基づきまして、万全の対策を講じることとしております。 えー、十分にこういった点を勘案して、適切に評価した結果であるとお考えております井上聡君な。なんで万全なんて言えるんですかね、だって相手がいるわけじゃないですか、協定を結んで、相手がこんだけ輸,入が輸出が増えると、こういう数出してるわけですね、でわずかなく違いじゃないんですよ、948億と203億とで、相手もですね何の根拠もなくにこんな数を出してるわけないわけですね。 ですから相手の資産の調査、資産のその前提とか根拠をしっかり把握をした上で、日本の資産とはですね向こうは違うことを考えているとか、いろんなことあるわけじゃないですか、なんでそれを把握もせずに、日本が対策が万全と言えるんですか里の林水産副大臣、あのこうしたあ資産におきましては、 前提条件や分析手法によりまして、さまざまな結果が出るものと考えております。貿易相手国が、あるいは地域が、それぞれの考え方で行っている試算であると認識をしております井上貞史さん、分かってるんですよ、ね、一般的に例えば EU がですね、EU 国内で、域内でどうなるかという試算ならね、 別にそれぞれぞの勝手ですよしかし、日本に対してこんだけ輸出増えると言ってるわけでしょ、いわば増やすと言ってるわけですよ、その前提とや根拠がそれぞれが違うと言って、えー、それは知らんけど、こっちは万全でやってますと言った誰も信用できないじゃないですか、なんでつかもうとしないんですか、それで対策ができるんですか小里農林水産副大臣。えー、私どもは 日本国の立場で、日本国の生産者の立場で、どうやればあ再生産があこれからつなげていけるか、やっていけるか、そこをいつに考えながら、あこういった対応をしているわけであります井上聡君、ね。日本国内だけの話じゃないでしょ、協定を結んで、相手が輸出増やすと言ってるんですよ、それがなんでそういうことが言ってるのか。ね そのことなしにどうして日本の農業を守ることができるんですかね、もう一回お答えいただきたいと思います。お互い、この協定によりましてですね、お互いの経済が活性化をされ、GDP が拡大をして、その輸入量が増えることもあるかもしれませんし、一方でまた、 あの生産がです、ね、国内生産が拡大することも期待するところでありまして、それに向けて一生懸命交渉をし、事後の対策を打つわけであります。止めてくださいな 小里農林水産副大臣、えー、先ほどからあの議論でもございましたが、まあ、今回の日 EU の交渉におきまして、ですねいかにすれば国内、農業者を守っていけるか、そのことを強く念頭において、交渉を重ねたわけであります。そそのの中ででためにですね しっかり関税割り当て、あるいはあこの関税削減をいかにこの少なくしていくか、そういったところを考慮に入れながらです、ね、特にこの国内農業に影響を与える品目、比較的与えない品目と分けながらです、ね、さまざまな工夫をして、国境措置を設けて、 対処をしたわけでありますその上で、さらに国内の農業生産者の皆さんが残る不安に対しましては、国内対策をしっかり打っていこうと、国内対策によりまして、経営の効率化を図り、またコストの削減を図り、品質の向上を図り、所得の拡大、また生産の拡大持続化につなげていこうと。 いうことで万全の措置を打ってきたまたこれからも打っていこうということであります、えー、これで全く答えてないんですよ、そうやって去年の12月にね、そういう対策を取ったら、この程度になりますという資産を皆さんは出したと、それからしかし、その後、向こうが出してきたわけでしょ、日本の農業を守るっていうこと、向こうは攻めてきてるんですよ。 相手がこういう攻め口で来ているというのをわざわざ出したわけですから、それ分析をして、今、日本がやっている対策がこれでいいのかどうかっていうのを検証するのは当たり前じゃないですか、なんでそれができないかということを聞いてるんですよもう一回、どなたでどなすか、はい、小沢と農林水産副大臣、えー、先ほどもの答弁の繰り返しで恐縮でありますけれども。 まあこうした試算はです、ね、えー、前提条件、分析手法によりまして、さまざまな結果が出るわけであります。我が国は我が国の前提条件、あくまで現場に立脚した前提で,です、ね、しっかり試算をし、対応しているわけであります井上聡君あの、ね。日本国内の農業政策だけなれでいいんですよ。ね、協定を結んで相手が輸出を増やすと言ってるんです。 しかも全く違う数言ってるわけですよ、まあ、それをですね、らその中にも検証せずに、万全万全と言ってることが、全く中身がないということが私、明らかになっております、あの昨日の答弁ではで、乳製品の影響資産について、輸入が増えることを前提として試算をしたものでないという答弁がありました、相手がですねこれだけたくさん輸出をどう試算をしているのになぜ輸入が増えないというふうに言えるんでしょうか。 小里農林水産副大臣、えー、昨日、本会議で吉川大臣から答弁したのは、えー、EU からの輸入が増加することを、所与の前提として、農林水産省で試算したものではないという意味で、えー、あります。その上で申し上げれば、農林水産省の行った乳製品の影響試算は、国産品が輸入品によってどの程度置き換わるかどうか、 それにより意欲ある農林漁業者の方々が再生産できるのかどうかという観点から試算を行ったものでありますその結果として例えば乳製品については放映チーズの関税削減や関税撤廃等の影響による国産品の価格低下により生産額の減少が生じるものの一方で省力化機械の整備や チーズ向け生乳の品質向上等の体質強化対策、経営安定対策の適切な実施等の国内対策によりまして、引き続き生産や農家所得が確保され、国内生産量は維持されると見込んだところであります佐田市君今のは、ですねだからあ輸出が増えないということを見,か見込んだ上で、こういうことをやりましたという話なんですね。 だけど相手の方は、こんだけ輸出増えると言ってるんですよ、つまり日本に輸入が増えると言ってるんですよ、それを全く無視をして、ですね、えー、こんな対策をやっても何の根拠もないということじゃないですか、EU 間輸入が増えたら、日本の国内生産の減少額は最大203億と、小う産そのものが成り立たなくなると、そういうことよろしいですか。小里農林水産副大臣 あの関税が下がればです、ね、あの価格の低下はあり得るわけであります。しかしながら一方で申し上げましたようにです、ね、国内対策をしっかり打つことによりましてです、ね、経営の効率化を図りコストを下げてです、ね、この農家の生産意欲を持続させることによりまして 生産量とととししてては確保いいこうというこううでありま,すまた、一般論として申し上げれば、先ほども申し上げましたけれども、日 EU ・ EPA による GDP の増加によりまして、経済が活性化をすれば、乳製品の輸入が増加する可能性がありますけれども、国内生産も増加する可能性も当然あると考えておりました。 われわれはしっかりと国内生産の確保に努めてまいる所存であります井上さとし君。ですからね、さっきから言われてますけど、あくまでもおーおー EU からの輸入が増えるということはないというのがね、なんか前提の話ばっかしなんですね、しかし相手は増えると言ってるんですね、だったらこの EU 側の日本への輸出が増えるという、このファクトシートの試算っていうのは、間違ってるということですか。 そうであるならば、その根拠を示していただきたい小里農林水産副大臣あの。申し上げましたように、ですねあの協定により互いの経済が活性化され、GDP が増大することを、まあ、期待をするわけであります。またあの、需要面で見ても、ですね需要はどんどん増えているわけであります。 まあ、国内生産も若干ながら、長期トレンドで見ればです、ね、増える傾向にあるわけであります、その隙間があるんですね、まあ、そこをしっかりとこう活用してです、ね、今回の交渉の結果があ,あるわけです、すなわち、えー、乳製品の輸入が増加する可能性がありますけれども、国内生産も増加する可能性があり、そこをしっかり気求、えー、していきたいということであります。 間違ってるかどうかその根拠を示だけ話してください。速記を止めてください。小沢、はい、と農林水産副大臣。はい。委員長。あの先ほど説明申し上げましたけれども、この輸入が増えないという前提で申し上げているわけではありません。 あくまでですね大事なことは、この協定の結果、国産品が輸入品によってどの程度置き換わるかどうか、ここにかかっているわけでありまして、しっかりと置き換わらないように、ですね国内生産の確保に努めていくと、そういういことであります井上聡君。 えー、輸入が増えることを前提として試算をしたものではないということの答弁との今の答弁との関係がよくわかんないふうに伺いします。小里農林水産副大臣、あの先ほど申し上げましたようにですね、えー、国内の需要の増大があ期待をされるわけであります。 一方で、国内生産を安定的に増やしていく、あるいは持続をさせていく必要があります、その間をです、ね、うまく利用しながら、国内生産に影響を与えないように、言葉を変えれば国内生産と両立をできるようにです、ね、この協定に臨み、そういう結果を出したわけであります。 さらに国内対策をもって、そこを確保していくということでありまして、決してその輸入が増加することをですね否定する、否定しているということじゃなくて、そういう輸入が増大する可能性もありますけれども、あくまで国内生産も増加する可能性があるし、そこをしっかり頑張っていこうということであります。 井上聡君、時間なので終わりますが増える、増える可能性があるかどうかという話じゃなくて、向こう側は、ね、948億円増加すると、相手が言ってるわけですよ、そのことを、ね、きちっと検証してやらなければ、政府の主算はまともな根拠がないということは私は明らかになっていまます。す。引き続きき続追及していきます終わります。